二柱の神が二組のクロードを地の底の最果てに送り出し、待ち構える悪鬼どもを成敗させる。どちらの組が先に勝利を収め、神から認められるのだろうか。クロードの力比べが始まった。私は百発百中さ。怨霊が忍び寄る。灰の匂いとムクロの匂いが荒々しい鬼の一味を前へ前へと手繰り寄せている。御霊守を味方とし、相手の陣に送り込んだ。クロードは御霊守を召し出した。怨霊が戦場の英雄に襲いかかる。死の笛が鳴り響き、悪鬼たちを呼び寄せる。恐るべき呪いを受け、守護神が憤る。姿を現す。八軍の怒り。守りを巧みに誘い出し、相手の陣に送った。クロード。相手の陣に恐ろしい呪い。失礼のマナカ。驚いただろう。火の少量が容赦なく相手の陣を打ち壊し、灰の匂いとムクロの匂いが荒々しい鬼の一味を前へ前へと手繰り寄せている。この世のものとは思えぬ恐怖の化身が地の底より現れた。クロードは呪いに縛られ歩みが遅れる。
私は百発百中さ。この敵の群れに果てはないのかと疑いを抱くほどであった。クロードは大御霊守を呼び寄せて相手の勾玉の奉納を防い、化身が地の底より現れた。迫り来る勢を前にしてクロードは、天から高笑いが響く中、クロードは相手に呪いをかけた。灰の匂いとムクロの匂いが荒々しい鬼の一味を前へ前へと手繰り寄せている。もう一組は御霊守の前に倒れた。鬼はクロードに斬られ倒れた。鎌の前の稲のごとく光すら届かぬ闇のうちから悪鬼の勢が静かに忍び寄る。打ち連れの魔だぞ。一矢を報いようと奮い立つ鬼をもう一つの組が今か今かと待ち受ける。火の少量がクロードに狙いを定めた。枯れる鬼の大群れが再びクロードに襲いかかり、クロードは御霊守を巧みに誘い出し、相手の陣に死の底恐ろしい呪いが。クロードはもう一組めがけて呪いを放った。打ち連れの魔だぞ。自慢の弓だよ。八門の怒り。クロードの相手が呪いを浴びせた。守護神の悲願は果たされた。誉れを手にした。